どうも、皆さんこんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと2日間連続でね、高校科学になって、ちょっとね、息子が隣でテレビを見てるんでね、ちょっと音声入っちゃうかもしれないし、ここね、ちょっと浴室なんで響いちゃってるかもしれないですけども、昨日出た動画でですね、レボリュートね、不正利用に遭いましたということで、6万1円ね、不正利用食らいました。はい。で、結構ね、落ち込んでがっくりしてたわけなんですけども、まあ一応ね、なんかチャージ申請するみたいな感じで、まあアプリ上はね、ポチポチやって、まあ申請自体はね、させていただいたわけなんですけども、もう不正利用されてしまったということで、もうほとんどね、諦めてたわけなんですけども、なんと、返金していただきました。いやー、ありがたい。はい、ということでちょっとね、私のアカウントのね、スクリーンショットをここにね、出しておきたいなと思うんですけども、はい、こんな感じでですね、2万1円ということで、プラスでね、表示されていると思います。もうね、残高が不正利用された後、1万円、2万円ちょっとね、残ってて、もう急いでね、スイカとかにチャージして、残高を消そうと思ったんですけども、結局やりすぎてね、アカウント、バーチャルカードのね、上限突破して、結局もう何もできない状態になってまして、あもうね、どうしようもないなぁなんて思って、そのままほっといてたわけなんですけども、まあその後ね、見たら無事ね、返金が受けられたということで、皆さんね、非常に多くのコメントを、またね、応援していただけるような、ね、コメントをいただきました。本当にありがとうございました。いや、なんとかね、お金自体は戻ってまいりました。一応ね、これはなんか、申請して、これが正しいものだったら、そのまま使って OK みたいな。で、なんかこれが正しいものじゃなかったら、またお金を返してもらいますみたいな。まあ、そんなメールが来てましたんで、まあ、一応大丈夫だと思うんですけども、まあ、今回ね、まあ、こういった感じで、落ち着いたということで、いや、皆さんね、本当に、応援のコメントとかね、励ましのコメント、ありがとうございました。まあ、ひとまずね、今回、レボリュートに関してはですね、まあ、プリペイドカードということで、まあ、不正利用に関しての保証についてちょっともう一回ね、調べてみたんですけども、保証しますみたいな感じではなくて、一応ね、不正利用を受けた場合みたいな規約がありまして、まあ、それを要約するとね、条件を満たすと返ってくるみたいなね、まあ、そんな感じに読み取れる感じなんですよね。まあ、ちょっとね、私も今ちょっとパパッと見た感じで、不正利用を保証しますみたいな感じでは書いてないんですけども、まあ、全体的に読むとね、まあ、そんな感じっていうので、まあ、レボリュートに関してはこういったね、対応になるみたいですね。まあ、ですね、まあ、今回ね、不正利用で、動画のコメントとかにもね、同じ利用先で食らってる方もね、いらっしゃったみたいで、もう私より早くね、返金してもらってる方とかも、まあ、中にはいらっしゃったということで、まあ、なんて言うんですかね。まあ、総当たりみたいな感じで今回ね、いろんなところで起きて、みたいな感じみたいなんですよね。今回のに関しては。で、その中に私も食らってたし、視聴者の方もね、食らってる方がいらっしゃったということで、まあ今回ね、まあおそらくこんなに早かったっていうのは、被害受けられている方がね、かなり多かったので、まあ今回ね、対応していただけたっていう感じですね。はい。ということで、無事にね、返金いただけましたので、本当にご心配おかけしまして、申し訳ございません。またね、本当にいろんなコメントいただきまして、ありがとうございます。で、今回ね、食らってね、改めて思ったのはですね、このプリペイドカードね、まあ、今回レボリュートに関しては、不正利用で、返金がね、受けられましたんで、まあ、これはね、結果論として、まあ、良かったですけども、やはりね、レボリュートに限らず、まあ、キャッシュとかね、イデアとかビヨンさん、まあ、全部ありますけども、利用制限みたいなのをかけることができますよね。ですんで、まあ、ここはね、プリペイドカードの痛い部分っていうふうにね、今後私は認識させていただく感じになると思うんですけども、やはり不正利用のその保証がないっていうことは、もうそこは自分で管理するしかないんですよね。まあ、これがクレジットカードだったら、まあ、クレジットカード会社が基本的に保証していただけるんですけども、まあ、こういうのがないとですね、まあ、最終的には自分でね、やっていくしかないっていうふうになりますんで、まあ、私がね、紹介させていただいているイデアとかビヨンさんとかね、まあ、レボリュートもそうですけども、まあ、全てね、アプリで管理できますよね。まあ、レボリュートであれば、ログインしていただいて、ちょっとスクリーンショットが撮れるかどうかちょっとやってみますけど、無理そうだったらちょっと写真でね、お見せさせていただきますけども、このカードを押していただくと、今ね、私全部ロックしてるんですよね。まあ、不正利用で全部ロックさせていただいたんですけども、この
元々のね、あ、やっぱここちょっと取れないですね。ここね、見ていただくと、あ、今映ってるかな。一瞬映ったと思う。ちょっと写真でね、出しておきますけども、この、解約とか、凍結解除とか交換とかね、できると思うんですけども、こういった感じで凍結を入れたり消したりみたいなね、まあこういったのが、まあどのアプリでもね、できるようになっておりますので、まあ皆さんね、まあ私がお勧めさせていただいてね、B4 さん、イディアとかね、まあレブリュートもそうですけども、まあこういったのをね、うまく、利用してね、ポイント取ったりね、お勧めさせていただいてるわけなんですけども、その先っていうのはですね、ご自身でね、管理していた形になりますので、まあ今回総あたりでね、まあ不正利用なんてね、よくよく考えてみると、昔一回だけ、家から持ち出したこともないカードで使ったこともないカードでそういえば食らったことあったなっていうふうに思ってまして、この不正利用っていうのは理由はないんですよね。まあ総当たりで食らう時もあれば、もちろんカード情報抜かれてね利用されることだったりスキミングとかいろんな理由はありますけども、どれで当たるかなんてね、まあわかんないので、まあ今回私が当たったのもね、どれで当たったのかもちょっとわかんないので、対策としてはですね、ご自身で管理していただくプリペイドカードに関してはですね、まあこういったのがめんどくさいっていう方であれば、もうね、プリペとかそういうものを使わないっていう手しか、まあ個人的にはないのかななんていうふうに思います。まあ今回ね、不正利用を食らって、あ、こういったリスクはね、プリペイドカードにあって、まあどういった感じでね、自分で対策しなきゃいけないのかっていうのが、本当にね、よくわかりましたので、まあ私ね、食らいましたんで、まあ、無事返金されましたから良かったですけどね。これされなかったら6万ってかなり大きいじゃないですか。ですので、皆さんね、プリペイドカードね、利用される方に関しては、まあ、ご自身でね、よく管理していただく。もしそれがね、めんどくさいっていう方は、まあ、プリペイドカードはね、使わないっていうのも、まあ、一つのね、手なのではないのかなと思います。まあ、レボリュートがね、今回しっかりした対応ね、取ってくれましたのでありがたかったですけども、まあ、これが同じようなことがね、キャッシュとか、まあ、キャッシュも一部ね、不正利用の対策ありますけども、あれも確かね、警察に出さなかったりとかね、まあ、結構、大変だったりもしますし、まあ、他のプリペイドカード等々もね、不正利用に関してはやっぱりプリペということでないところがね多いかななんていうふうに思いますので、まあ、ご自身でねやっていただくっていうふうになりますんで、皆さんね今回私が食らったのをね、まあよく見ていただくっていうのはまあおかしいかもしれないけども、よく考えていただいてね、ご自身でどっちが楽なのかっていうのをね、ぜひ検討していただいて、まあ、今後ね、利用していただければなと思います。で、ちょっとね、今回、レボリュートの不正利用を食らって、まあ、結局、不正利用返金していただいてっていうね、感じになりましたけども、明日からね、レボリュート、チャージ手数料ね、1.7% 取られるようになりますんで、1万円チャージすると170円ね、チャージされますんで、もしね、今後もレボリュートを利用されたいっていう方は、この動画はね、多分16時に出せてると思いますので、今日中にね、チャージ、まあ、する人いないかもしれないですけども、一応ね、覚えておいていただければなと思います。いや、本当にね、皆さんいろんなコメントいただきまして、ありがとうございました。ということで、今回の動画はね、ちょっと緊急的に撮らせていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。